リートベアク美術館の向井総優です。こちらでお茶室一心庵でお茶をしています。時々このように外でのイベントがあります。今日は七夕でちょうど7月7日になり、外と中でシュエンベアクテ、こちらは以前バーグナーさんが住んでいらっしゃったところなんですけれど、こちらでお茶の七夕会をしています。これ以外にも定期的にリートベアク美術館でお茶会をしています。毎月2回日曜日のお茶会をしていて、それ以外にもワークショップや、もうすぐ秋になりますと外で満月の下で月見のお茶会をいたします。どうぞ一度おいでください。